まず私楓が1000件を超える電話占い鑑定を試した結果、信頼できる電話占いを4つ概要欄にてご紹介させていただいています。ツインレイに出会いたい、ツインレイと出会えたけどうまくいってない、そんな方にはぜひプロに相談していただき、ツインレイと幸せな未来を築いてもらえばと思います。皆さんがツインレイと出会い幸せになれますように。それでは本題に入ります。もともとは一つだった魂を分け合って生まれた存在、ツインレイ。ツインレイはこの世にただ一人しか存在しない運命の相手です。ツインレイ男性はツインレイ女性に出会った瞬間、息を呑むほどに強烈な魅力を感じると言われています。まるで磁石のように引き寄せられるような気持ちが湧き上がるのです。ではこの感覚の背後にある理由を探っていきましょう。ツインレイ男性がツインレイ女性を見るといくつかの特徴があると言われています。ツインレイとは運命の相手であり、この世にただ一人存在する魂の体になる存在です。今回はツインレイ男性から見たツインレイ女性の特徴に焦点を当てます。ツインレイ男性にとってツインレイ女性は唯一無二の運命の相手です。ツインレイ男性の視点から見たツインレイ女性の特徴や分かりやすく解説します。一自分と同じと感じるから、ツインレイ同士には驚くほどの共通点が存在します。同じ家族構成、趣味、育ってきた環境など、二人の間には、まるで意図的に重ねられたかのような共通項が見られます。ツインレイ女性との対話が進むにつれ、すごい、なんでこんなに気が合うんだろう、という驚きが増していくでしょう。これは当然のことで、かつて一つの魂であった二人が別れ、再び出会ったため、共通点が多く見られるのです。お互いがもう一人の自分のように感じることがあります。似魂が惹かれるから、ツインレイ男性がツインレイ女性に対して感じる印象は、必ずしもポジティブなものばかりではありません。恋愛のタイプに当てはまらない可能性があっても、背が高い人が好き、ボーイッシュな子が好きといった、これまでの恋愛思考とは異なる場合でも、ツインレイ女性に対する無償の惹かれる感情が湧き上がります。三回りの人より輝いてるから、ツインレイ女性を見つけた瞬間、ツインレイ男性にとっては他の人物の存在がどこか遠くに感じられるようになります。相手以外の背景や周りの出来事はぼやけ、その瞬間においてツインレイ男性にとってツインレイ女性だけがクリアに映るのです。例えば人混みの中でもすぐに彼女を見つけられるような感覚、彼女の存在は圧倒的で他の人々とは一瞬で区別がつきます。その強烈な存在感に触れ、すごい、この人がツインレイだと直感的に理解する瞬間が訪れるのです。この他にもツインレイ男性がツインレイ女性に対して感じる特徴は様々であり、それは個々の関係や経験によっても変化します。しかし、これらの特徴は、ツインレイの絆が特別であることを示唆しており、深い愛情や理解が織りなす関係性の一部と言えるでしょう。ツインレイ関係においては、物理的な距離や外部の状況よりも、精神的な共鳴や感覚が強調されることがあります。お互いの魂がつながり、認識し合う独特のつながりが、ツインレイ同士に特有の不思議で深い愛を生み出すのです。ツインレイ男性から見たツインレイ女性には、様々な特徴があります。ここでは、彼に見えているあなたの姿の特徴を紹介しましょう。一見た目の共通点が多い、ツインレイの特徴の一つとして、自分と相手が一つの魂を分け合っているという、独特の絆が挙げられます。このためツインレイ男性はツインレイ女性と出会った際に容姿の共通点を感じることがあります。例えば目鼻立ちが似ていたり、
同じ位置にほくろがあったりすることがあり、外見的な共通性が顕著に現れることがあります。ツインレイ同士はもともと一つの魂から生まれており、そのため容姿においても驚くほどの類似性が生まれることがあります。ツインレイ男性がツインレイ女性と対面した瞬間、この共通の特徴によって自分と似ている気がするという感覚が湧き上がることでしょう。似話題が尽きることがない。ツインレイ同士は時間や距離を超越した強い精神的な結びつきを持っています。そのため初対面であってもまるで昔からの友人のような感覚でお互いを理解し、心を開くことができます。ツインレイ男性がツインレイ女性と接すると、まるで魂が通じ合っているかのような感覚が芽生え、どんな話題でも気軽に分かち合える関係になることがあります。さらに共通の趣味や興味を持っている場合、話が盛り上がることもあります。二人の間には言葉以上の共感が生まれ、どれだけ話しても飽きることなく心地よい交流が広がるでしょう。三一人だけオーラを持っているツインレイ男性はツインレイ女性を大勢の中でも一瞬で見つけることができると言われています。これは二人の魂が強く結びついているため、空間や状況に関係なくお互いを認識しやすいからです。人混みの中でもツインレイ女性がどこにいても彼女だけが際立って見え、ツインレイ男性にとってはまさに特別な存在となるのです。四魂が前世を思い出す。ツインレイ男性がツインレイ女性と出会った瞬間、過去に共有した経験やつながりによって不思議なほどの懐かしさを感じることがあります。初対面なのに前にも会ったことがある気がするといったデジャブのような感覚に襲われることがあります。これはツインレイ同士がかつて同じ魂であり、生前に共有した出来事や感情が蘇り、現世で再び結びつく瞬間を迎えているからです。過去のつながりを無意識に感じ取り、ようやく再会できたという感慨深さが生じるのです。ご父性が芽生える。ツインレイ男性はツインレイ女性に対して強い庇護欲を覚えることがあります。ツインレイ同士は一つの魂を共有しているため、お互いが完全であるように感じる傾向があります。未完成の状態で生きているような感覚から、彼女を守りたい、支えたいといった使命感が湧き上がることがあります。この庇護欲はツインレイ男性がツインレイ女性に対して深い愛情を抱く根源的な要素であり、お互いを補完し合いながら成長していこうという強い意志が込められています。六、なぜかありのままでいられる。ツインレイ男性にとってツインレイ女性はいつも自然体で過ごしているように映ります。彼女の素直な姿勢や飾らない態度がツインレイ男性にとって非常に魅力的に映るのです。ツインレイ女性が自分を偽らず自由奔放に自分らしく振る舞う姿勢は愛と誠実さに満ち溢れており、この人だけは特別だと感じさせます。ツインレイ男性はそんな彼女の自然体な魅力に引き寄せられ、見守りたくなると感じることでしょう。7、パワーをもらえる。ツインレイ女性は常に前向きで明るい特徴があります。その陽気でポジティブなエネルギーがツインレイ男性にも力となって届きます。ツインレイ男性がツインレイ女性のそばにいると、彼女からポジティブな刺激を受け、心身ともに活力を得ることができるのです。ツインレイ女性との交流がきっかけで、ツインレイ男性は新たな趣味に挑戦したり、仕事において前向きなステップを踏んだりすることがあります。お互いがエネルギーを分かち合いながら成長していくことが、ツインレイ同士の絆をより深めていくのです。八、一生幸せにしたいと感じる。ツインレイ同士は唯一無二の存在であるため、お互いの存在を常に感じながら過ごしたいという強い欲求があります。ツインレイ男性がツインレイ女性に会うと、その特別なつながりを感じ、
別れることが寂しく感じられるのです。デートや共同の時間が終わる際、離れる瞬間に切なさを覚えるのは、再び肉体的な距離が生まれ、魂が一時的に離れることを無意識に感知しているからかもしれません。この感覚は、ツインレイ同士が深い結びつきを持っている証であり、再会を心待ちにしていることを示しています。旧価値観が驚くほど一致する。ツインレイ同士は共通の経験や環境から来る似たような考え方や価値観を共有しています。育った環境や家族構成、人生に対する信念などが似通っているため、お互いの話に深く共感し合うことがあります。この共感は非常に強く、まるで心の中に共鳴する相手を見つけたかのような感覚をもたらします。ツインレイ男性がツインレイ女性の言葉や意見に共感する瞬間は、深い理解と信頼が築かれている証拠であり、お互いの心が通い合っていることを示しています。重魅力に引きつけられる。ツインレイ男性はツインレイ女性に対して特有の魅力を感じることがあります。彼女には不思議な色気が漂い、性的な魅力にも満ちているように感じられます。初対面からその強い魅力に引き込まれ、他の誰も視界に入らないほどに夢中になるといった状態に陥ることもあります。この魅力は、ツインレイ同士の魂が惹かれ合っていること、そして出会った瞬間から魂の統合が進み始めていることに起因しています。相手に対する深い愛情や引力が不可解なほどの魅力となって現れるのです。11言葉に安心感を感じる。ツインレイ男性はツインレイ女性に対して頼もしさを感じることがあります。彼女は男性にとって頼りになる存在であり、まるで女神のように全てを包み込んでくれるような印象を与えます。ツインレイ女性が持つ安心感や受け入れの姿勢は、男性にとって非常に頼もしく感じられます。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して守ってあげたいという気持ちと同時に、彼女に全てを許してもらえる安堵感も味わいます。お互いが一体となり、支え合うことで生まれる頼もしさが、ツインレイ同士の関係をより進化させる要素となっています。ツインレイ男性にとって、ツインレイ女性の特徴は多岐にわたります。その中でも、自分との共通点や、大勢の中でも目立つ存在感など、独自の要素が存在します。ツインレイとは、魂を分け合って生まれた相手であり、お互いがこの世にただ一人の特別な存在です。ツインレイ男性が、ツインレイ女性を魅力的に感じるのは、まさにこの唯一無二の絆ゆえです。ツインレイとの素晴らしい出会いを見逃さないためには、ツインレイ女性が持つ独自の特徴を理解しておくことが重要です。ツインレイ男性がツインレイ女性を見る際、特有の特徴がいくつか存在します。ツインレイとは、運命の相手であると信じられ、深い愛情が交わされる存在です。この動画では、ツインレイ男性が感じるツインレイ女性の特徴や、男性が彼女の存在に気づくサインに焦点を当ててみましょう。ツインレイ男性がツインレイ女性に強烈な魅力を感じる理由には、いくつかの要素が絡んでいます。ツインレイは、もともと同じ魂から生まれた存在であり、この世にたった一人しかいない運命の相手とされています。ツインレイ男性がツインレイ女性に出会った瞬間、すごいと息を呑むほどの魅力を感じるとされ、その感覚はまるで磁石のように引き寄せられるようなものです。1. もう一人の自分と感じるから、ツインレイ同士は家族構成や趣味、育った環境などで驚くほどの共通点があります。これは、かつて一つの魂だったことに起因しています。この共通性により、ツインレイ男性は、ツインレイ女性との対話や交流において、驚くべきほどの気が合う感覚を覚えるのです。もともと一つだった魂が分かれたため、お互いにとって、もう一人の自分のように感じられるのです。2.
タイプではないのに無性に惹かれるから、ツインレイ男性にとって、ツインレイ女性は従来の恋愛のタイプに必ずしも当てはまらないことがあります。しかし、これまでの好みや思考には関わらず、ツインレイ女性に対しては無性に惹かれる感覚が生まれることがあります。背が高いかどうかや、ボーイッシュな要素がタイプではなくても、彼女に対する興味が止まらないのです。3. 他の誰よりも目立って見えるから、ツインレイ男性がツインレイ女性を見つけた瞬間、彼女の存在が他の誰かとは比較にならないほど際立って見えることがあります。まるで他の人物がぼやけ、彼女だけがクリアに映るかのような状況が生まれます。この存在感は人混みの中でも圧倒的で、ツインレイ男性にとっては、一瞬で彼女がツインレイであると確信できる、独特の瞬間となります。ツインレイ男性から見たツインレイ女性には、様々な特徴があります。ここからは特徴を紹介しましょう。1. 自分と容姿がそっくりで驚く。ツインレイ同士は、もともと同じ魂を分け合った存在です。この特別なつながりにより、彼らの容姿には驚くほどの共通点が見られます。例えば、目鼻立ちが似ていたり、同じ位置にほくろがあったりすることがあります。これはまさに過去に一つだった魂が分かれたからこそ生まれる深い共感の現れなのです。2. 話が盛り上がる。ツインレイ同士は初対面でもまるで昔からの友人のように自然な関係性が芽生えます。お互いを知り尽くしているような錯覚があり、どんなトピックでも気軽に話せる雰囲気が漂います。同じ趣味を共有していることもよくあり、その場合はお互いに話し足りないほどの楽しい時間を過ごすことがあります。この深い理解と共感が、ツインレイ同士の絆をより強固なものにしています。3.大勢の中でも輝いて見える。ツインレイ男性は、ツインレイ女性がどんな場所にいても、すぐに見つけられるという特殊な力を持っています。これはまさに、二人の魂が強く結びついているからこそ生まれる現象です。人混みの中でも、ツインレイ女性だけが目立って見え、彼にとって、彼女は特別な存在であることが感じられる瞬間です。この力強い結びつきが、ツインレイ男性にとって、特有の魅力となっています。4. 家族より安心感を感じる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性と初めて出会った瞬間、不思議なほどの懐かしさを感じることがあります。初対面なのに、前にもこんな瞬間を経験したような気がするという、デジャブのような感覚が湧き上がります。これは、二人がかつて同じ魂で結ばれていた縁を持っているからです。現世で離れ離れになっていた魂が再び出会った瞬間、過去のつながりを無意識に感じるのです。5. 守りたいと感じる。ツインレイ男性はツインレイ女性に対して強い庇護欲を抱きます。ツインレイ同士はお互いに欠けている部分を補完し合う存在であり、未完成ながらも完璧な調和を求めています。そのため、ツインレイ男性はツインレイ女性を守りたいという強い願望を抱くのです。彼らは相手を支え守ることで自分も完成された存在になると感じるのです。 6. いつも自然体で過ごせる。ツインレイ男性にとって、ツインレイ女性はいつも自然体で過ごしているように見えます。彼女たちの無防備な姿勢や飾り気のない振る舞いが、ツインレイ男性にとって魅力的に映ります。ツインレイ女性が自由奔放に生き、素直な自分をさらけ出す姿に、男性は放っておけないと感じ、引き寄せられるのです。この自然体な魅力が、ツインレイ男性を引きつける要因となっています。だな、生きる力をもらえる。ツインレイ女性は、常に前向きで明るい特徴を持っています。ツインレイ男性は彼女たちの近くにいるだけでポジティブなエネルギーを受け取ります。このポジティブな影響によって
ツインレイ男性は新しい趣味を始めたり、仕事に積極的に取り組んだりすることがあります。ツインレイ女性の存在が、男性にとって常に活力を与え、前進する原動力となっているのです。8、離れたくないと感じる。ツインレイ同士は、お互いにとって唯一無二の存在であり、常に一緒にいたいという思いが強いです。ツインレイ男性はツインレイ女性との別れを寂しく感じ、別れの瞬間には離れがたそうに振る舞うことがあります。この行動は、再び魂が離れることへの不安と結びついています。9、考え方や価値観に衝撃を受ける。ツインレイ同士は、類似した環境で成長することが多いため、考え方や価値観が共通しています。その結果、お互いの言葉に深く共感し、意見のぶつかり合いがほとんどありません。この深い共感が築かれることで、こんなに分かり合える人はいないと感じ、心から理解し合える関係が形成されます。10、懐が深い。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して、すべてを包み込んでもらえるような懐の深さを感じます。これは、魂の統合へと進んでいる証拠。バラバラになった魂が一つに戻ろうとしているため、帰るべき場所に帰ってきたという、安心感を抱いているのです。11、一緒にいると自然と笑顔になれる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して、一緒にいるとほっとするという感覚を抱きます。これは、もともと二人が同じ魂であったためです。ツインレイと一緒に過ごす時間は、欠けていた部分が満たされるような感覚があり、これまでに感じたことのないような充実感を抱くでしょう。12、自立した強さに惚れる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して、守ってあげたいと感じる一方で、凛とした強さも感じます。ツインレイ女性は、何度も転生を繰り返してきた、高次元の魂を持っているため、自立した強い女性だという印象を与えることがあります。そのため、一匹狼のような雰囲気を持っていることも特徴です。今回話した通り、ツインレイ男性が感じる、ツインレイ女性の特徴は多岐にわたります。彼らは、お互いに似ていたり、大勢の中で目を引く存在であったりと、その魅力に引き寄せられるのです。この特別な出会いは、一つの魂が分かれ、再び結びつく奇跡。ツインレイ男性にとって、ツインレイ女性は唯一無二の存在であり、その瞬間、彼女たちの魅力は際立ちます。この貴重な瞬間を見逃さず、ツインレイの特徴をしっかりと押さえておくことで、運命の相手との絆をより深めることができるでしょう。ツインレイが本当に運命の人なのか知りたいと思っても、どのように対処すればよいのかわからなかったり、そもそもツインレイは本物なのか、明確でない場合もあるでしょう。そんな時は、専門家の意見やアドバイスを聞くことをお勧めします。概要欄にある電話占いで当たると、評判のサイトや占い師を頼ってはいかがでしょうか。電話占いには、ツインレイの問題に、とても詳しい占い師が数多く在籍していますし、的確なアドバイスをくれる占い師の先生も大勢います。でも、どの先生に相談すればよいのか、迷ってしまいますよね。そこで私が実際に試して厳選したツインレイに、特に強い電話占いでおすすめのサイトや、圧倒的な力を持つ占い師の先生を概要欄にご紹介しています。ぜひ相談してみてくださいね。ツインレイと思っていた男性に冷たい態度を取られ、避けられる経験は、非常に辛く寂しいものです。普段愛情を感じている瞬間があっても、その反面で冷たい態度を受けることで、本当に愛されているのか、ツインレイの関係なのかという不安が生まれます。しかし、このような状況は、実はツインレイ男性による、好き避けと呼ばれる行動の一環かもしれません。
ツインレイ男性が好きな相手に対して避けることで、彼ら独特の複雑な感情や心情が影響していることがあります。ツインレイ男性の好き避けには、彼らなりの理由や背景が絡んでいます。これについて詳しく見ていくと、より理解が深まります。ツインレイの関係において、ツインレイ男性が冷たい態度や避けるような態度を取る場合、その行動に対して嫌われてしまったのではないか、もしかしたら魂のつながりが失われてしまったのではないかといった不安や落ち込みが生じることは理解できます。しかし、このような状況になった場合、すぐに嫌われてしまったと結論付けるのは早とちりかもしれません。ツインレイ男性は時折、好き避けと呼ばれる行動をとることがあります。この好き避けとは、相手に好意を抱いているにもかかわらず、避けてしまったり、冷たくなってしまったりする状態を指します。ツインレイの男性は基本的にツインレイ女性に対して、情熱的なアプローチをする傾向があり、魂のつながりが深まるにつれて、愛情表現もはっきりしてきます。しかし、逆に好きよけが起きると、ツインレイ男性は急に塩対応になり、これによりツインレイ女性は不安や驚き、ショックを感じることがあります。この時、嫌われたわけではなく、むしろツインレイ男性の複雑な感情や心情が影響している可能性があります。相手の行動を冷静に見極め、直接対話を通じてコミュニケーションを図ることが大切です。ツインレイ男性がツインレイ女性に好きよけの行動をとると、その言動や態度には独特な特徴が見られます。これについて詳しく見てみましょう。まず、ツインレイ男性が好きよけをする場合、急に態度がそっけなくなり、一緒にいても口数が少なく、どこかつまらなさそうな様子を見せることがあります。連絡が急に途切れ、無視されることも特徴的であり、これが一方的に関係の終わりを告げられることもあります。時には憎まれ口や傷つけるような言葉を使うこともあり、目を合わせなくなり、付き合いしてるといった言葉を避けるようにします。また、二人きりになることを避ける姿勢を見せ、時に他の女性の存在を強調して、嫉妬を引き起こそうとすることもあります。どうしてツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して好きよけをするのでしょうか？実は、ツインレイ男性がツインレイ女性に対して好き避けしてしまうのは、それだけツインレイ女性にメロメロになっているからなのです。心の底から本当にツインレイ女性を愛しているからこそ、冷たい態度やそっけない態度をとってしまうというツインレイ男性の心理に迫っていきましょう。1、ツインレイの男性は相手が怖いと感じているから。ツインレイ男性は特有の経験やテレパシー、シンクロニシティなどの不思議な現象に対して恐怖を感じることがあります。また、深い魂のつながりによる感情の強さが相手の存在を怖く感じさせることがあります。愛情が深まる一方で、恐れや不安が生じ、これが好きよけの一因になることがあります。2、好きすぎてどうしていいかわからないから。ツインレイとの恋愛は通常のものとは異なり、非常に強い感情をもたらします。ツインレイ男性が初めて経験するこの感情に戸惑い、動揺を感じることがあります。その結果、自分の感情に対処するために一度距離を取り、冷静になろうとすることがあります。ツインレイとの関係が長く続くほど、自分の感情に振り回されずに済むようになります。3、嫉妬をコントロールできないから。ツインレイ男性はツインレイ女性に対して深い感情を抱きますが、その強い感情が嫉妬心につながることがあります。特に初期の段階ではお互いの存在を確認できていないため、相手との関係が不安定に感じられます。この不安や嫉妬心が好きよけの一因となります。一度抱いた嫉妬心は自己コントロールが難しく、冷たくなることで感情を抑えようとすることがあります。
4. 天の毒で素直になるのが怖いから、ツインレイ男性は自分の本当の気持ちを素直に表現することが難しい場合があります。初期段階ではテレパシーや感情の読み取りが難しいこともあり、相手への愛情を正確に伝えることが難しいと感じます。自分の気持ちが相手にどれだけ重いものであるかを恐れ、相手に迷惑をかけるのではないかと心配するため、月よけを選ぶことがあります。また付き合いが長くなっても自分の感情を素直に表現することができないことがあります。5. 自分に自信がないから、ツインレイ男性が好きよけをする理由の一つに自分に自信がないことが挙げられます。ツインレイ同士は魂がつながっており、お互いに足りない部分を補い合える関係にあります。しかしツインレイ男性は相手の素晴らしい特徴が自分を卑下させ自信を失わせることがあります。ツインレイ女性の愛情や持っているものに焦点が当たり、自己評価が低下し、彼らはツインレイ女性から距離を置くことがあります。 6. 恋愛や家族にトラウマがあるから。もう一つの理由は、ツインレイ男性が恋愛や家族にトラウマを抱えている場合があります。過去の恋愛や家族関係で傷ついた経験がツインレイ男性の心にトラウマを残すことがあります。これらのトラウマが再び繰り返されることを恐れ、ツインレイ女性に心を開くことに抵抗を感じるため、初期段階では好きよけを選択することがあります。お互いの信頼が築かれていない時期に心の扉を開くことが難しいためです。だな、ツインレイを失うのが怖いから、ツインレイ同士の関係は永遠に続くとされますが、恋愛においても終わりが訪れることはありません。しかし過去に他の恋愛を経験しているツインレイ男性は恋愛がいずれ終わるという現実を知っています。ツインレイ女性を深く愛しているほど、その関係が終わることを恐れ、失恋や心の傷を回避するために好きよけの態度を取ることがあります。魂レベルで結ばれているにもかかわらず、関係が終わることへの恐怖心がツインレイ男性を引き裂き、距離を取る原因となります。 8. 自分から追いかけたことがないから。ツインレイ男性は普段から魅力的でモテる存在とされることが多いです。しかしツインレイ女性との関係において、自分から積極的にアプローチすることが苦手な場合があります。他の女性からのアプローチがあるため、ツインレイ女性との関係においても自分からアプローチすることが少なく、ツインレイ女性に対して複雑な感情を抱えることがあります。この状況においてツインレイ男性は冷たい態度やツンデレ的な行動をとることで、感情の整理やアプローチの難しさからくる混乱を表現していると言えます。ツインレイ男性が冷たい避けられている、そんな風に感じても、それが好きよけだと分かったのであれば、その好きよけを終わらせるための対策を取るのが先決です。ツインレイ女性であればツインレイ男性の好きよけを終わらせることができます。また対処法を知っていれば、好き避けされて落ち込んだり悲しい気持ちになって苦しむこともなくなるので、まずは対処法をチェックしておきましょう。 1. 表面的な言動ではなく、魂で愛を感じ取る。好き避けされていることに不安を感じたのであれば、相手の目に見える言動や行動ではなく、相手の魂から発せられるあなたへの本音を見つけるようにしましょう。ツインレイ男性が好きよけをしているのであれば、100% ツインレイ女性を突き放したり無視することはできません。心の中では純粋にツインレイ女性を大切に感じ愛しているため、言動にも行動にもどうしてもその本音が出てきてしまうものなのです。ツインレイ女性が冷たい態度を取られたと感じているのは、表面的な部分しか見つめることができていないから、相手の本質的な部分に目を向けてみると良いでしょう。そのためには
突き避けされて落ち込んで自分からも距離を取ってしまうのではなく、積極的に相手にテレパシーを送ってあげることです。リラックスする時間を作り、ポジティブ思考で居続けることを意識すれば、ツインレイ男性が魂から放っている自分への愛情をちゃんと受け取ることができます。2. 言葉やテレパシーで愛を伝え続ける。ツインレイ男性に好き避けされていると感じたら、まず最初に自分の気持ちを楽にすることから始めましょう。突き避けされて辛い。苦しいと感じるのは、嫌われているかもと不安になることが原因です。ツインレイであれば、その感情を和らげる最適な方法テレパシーがあります。ツインレイなら、魂でつながっているため、テレパシーで相手へ気持ちを込めて、愛情表現に変わる気持ちを送ったり、相手の気持ちを受け取ったりすることができるのです。突き避けしているとしても、ツインレイ男性の心の根本にあるのは、ツインレイ女性への深い愛情であることは間違いありません。言葉や態度で嘘をつけても、テレパシーで嘘をつくことはできないのが、ツインレイなので、突き避けされていると感じたら、まずは自分からツインレイ男性へ、テレパシーを送ってみましょう。そのテレパシーを受け取ったツインレイ男性も、無意識のうちに、本当の気持ちを、ツインレイ女性に送ってきてくれるはずです。できるだけリラックスした時間に、じっくりとテレパシーを送り、受け取るようにすれば、相手の本物の愛情を受け取ることができるでしょう。ツインレイ男性が突き避けして、冷たくなったり、無視されたりする時でも、責めないで受け入れることが大切です。彼が不安や自信の喪失から来る行動をしている可能性があるので、優しく接し、相手の言葉や態度を受け入れましょう。相手が嫌なことを言ったり態度がひどくても、叱らないでそのまま受け止め、冷たい反応を返さないよう心がけるといいです。そうすることで、ツインレイ男性も安心感を感じ、突き避けが解消されやすくなります。時には、相手から一時的に距離を置いてみることも考えましょう。冷たい態度に辛く感じる時や、自分の時間が必要な時に、無理せず、少し離れて、趣味や友達と過ごすことで、気持ちをリフレッシュできます。ツインレイ関係で不安を感じることもあるでしょうが、信じて待ちつつ、同時に自分の生活を大切にすることが大切です。そうすることで、月受けが収まりやすくなります。月受けは、ツインレイ男性がツインレイ女性に向けて、抱く愛情の一面を表しているのです。その態度が強く、冷たいほど、あなたが彼にとって特別で、深い愛情を抱いていると考えて良いでしょう。時には、怒りや腹立ちを感じることもあるでしょう。もういい加減にしてよ。と怒鳴りつけたくなる瞬間もあるかもしれませんが、その全てが彼からの愛のサインと捉えることで、前向きに向き合うことができます。その態度や言動は、彼が感じる愛情を表現する手段であり、理解と忍耐が求められます。大きな心で受け入れ、優しく微笑みかけ、余裕を持って待つことが、彼の隙受けを早く終わらせる鍵となります。あなたの理解と温かさが、彼の心に響いて、愛情が深まっていくことでしょう。ツインレイ男性が一目惚れや、魂のつながりに気づくと、彼らは、ツインレイ女性を非常に愛おしく感じるようになります。ただし、彼らは感情表現が控えめで、奥手な傾向があり、気持ちを言葉にしにくい一面も見受けられます。しかし、ツインレイ男性の情熱や愛情は、言葉に頼らずとも、仕草や態度に明確に現れています。特に、占いやスピリチュアルに縁遠い男性は、ツインレイ女性との運命的な出会いに強い衝撃を受け、それが特別な絆であると確信します。この動画では、ツインレイ男性が示す愛情表現や、溺愛のサインに焦点を当て、わかりやすく解説していきます。ツインレイ男性の感情は独自であり、彼らの思いは言葉に限らず、
様々な仕草や行動によって表現されます。また、これらの特徴的なサインは、ツインレイ女性が受ける特別な愛情を理解する手がかりとなります。1. 女性を最優先に考える。ツインレイ男性がツインレイ女性を溺愛すると、彼女をいつも最優先に考えるようになります。例えば、ツインレイ男性は、ツインレイ女性の好みに合わせ、生活スタイルを柔軟に調整します。この柔軟性がツインレイの絆を強化し、お互いの関係を深めます。また、連絡の頻度やペースもツインレイ女性に合わせ、お互いの気持ちや都合を尊重します。ツインレイ男性は、久しぶりの連絡でも変わらずに、優しく接することができ、その安定感がツインレイ女性に安心感をもたらします。2. ツインレイ女性を褒める。ツインレイ男性はツインレイ女性を溺愛すると、彼女の努力や容姿を積極的に褒めることがあります。ツインレイ男性にとって、ツインレイ女性は前世からの絆が続く唯一無二の存在であり、その特別なつながりから、彼は彼女を非常に大切に思います。彼は純粋な気持ちでツインレイ女性を褒め、その真摯な愛情表現が、お世辞ではなく、彼の心からの感謝や尊敬の表れとなります。また、ツインレイ女性が彼の純愛を受け入れることで、彼の愛情表現は一層深まります。お互いの愛情を素直に受け取り、共有することで、ツインレイの関係は一層強固になるでしょう。3. ツインレイ女性を否定しない。ツインレイ男性がツインレイ女性を溺愛する際、褒めるだけでなく否定しないことも顕著なサインです。ツインレイ同士は、お互いの欠点を補完し、支え合う存在として結びついています。そのため、ツインレイ男性は、ツインレイ女性が犯す可能性のある誤りやミスを共感し、優しく諭すことができます。ツインレイ男性は、パートナーの行動や決断に対して冷静でありながらも、深い理解と尊重を持って接することができます。これは、彼がツインレイ女性のことを真剣に受け止め、全体を通じて受け入れる姿勢を示すものです。4. ツインレイ女性を優しい目で見つめる。ツインレイ男性が、ツインレイ女性を溺愛する場合、彼は優しく、愛情に満ちた目でパートナーを見つめるようになります。目は言葉以上に深い感情を伝えるものであり、ツインレイ男性の愛情表現が、視線や目の中にくっきりと現れます。彼はツインレイ女性の目を合わせると、視線を外すことなくじっと見つめ続けるでしょう。この瞬間、ツインレイ女性は、不快感を覚えることなく、安心感を感じ、相手の視線にドキドキするかもしれません。ツインレイのつながりが深まるにつれ、二人の視線が交わることで感じる特別な波動は、お互いの愛情が魂の深層に触れ合っていることを示しています。5. キスやスキンシップを求める。ツインレイ男性は、ツインレイ女性を溺愛することで、キスやスキンシップを積極的に求めるようになります。ツインレイ同士は出会った瞬間からお互いの性エネルギーを交流します。性エネルギーは生命力や前向きな気持ちを活性化させ、愛する人に対する魅力を引き立てる力を持っています。ツインレイ男性にとって、ツインレイ女性は内面だけでなく身体的にも魅力的な存在です。ツインレイ男性がツインレイ女性をめでる際、大切なのは相手の気持ちを尊重し、嫌がることは絶対にしないことです。ツインレイ男性は、ツインレイ女性の心地よさを最優先にし、キスやハグの際には目を見つめたり、愛情を表現します。6. 愛をロマンチックに伝える。ツインレイ男性は、普段は恥ずかしがりながらも、特別な瞬間には、ロマンチックな愛情表現をしてくれます。誕生日や記念日を欠かさず祝ったり、サプライズを用意してドキドキさせてくれたり、愛情を言葉だけでなく行動で示してくれます。
ツインレイ男性は日常的な愛情表現が少ない傾向がありますが、特別な瞬間においては誰よりも情熱的になります。これらのロマンチックな愛情表現はツインレイ男性が持つ典型的な溺愛のサインと言えるでしょう。だな、仕事や自己磨きを頑張るツインレイ女性を溺愛するツインレイ男性は仕事や自己磨きに注力し始めます。ツインレイ女性との性エネルギー交流を通じ、自分をより成長させ愛される男性になりたいという欲求が強まり、これが男性的な魅力を一段と引き立てます。性エネルギー交流による男性の変化として、ツインレイ男性は金銭的な安定を求め仕事に真摯に取り組みます。彼は体力を鍛え、たくましい体つきを手に入れることで外見的な魅力を高めます。ツインレイ男性は好奇心をかきたてられ、新しい趣味や興味を追求し充実感を追求します。ツインレイ男性は愛によって自らを成長させ、その結果として自立した魅力的な存在に変貌していくのです。8、周りの人に嫉妬するようになる。ツインレイ男性がツインレイ女性を溺愛すると嫉妬心が増します。ツインレイ同士は過去の経験を魂に蓄積しており、ツインレイ男性は自分がツインレイ女性にとって唯一無二の存在であると確信しています。そのため他の男性の存在やツインレイ女性の意識が自分以外に向くと嫉妬心が刺激されます。ツインレイ男性の嫉妬心が可愛らしいと感じる一方で、これが試練の前兆である可能性もあるため慎重に対処することが重要です。9、自分の弱さを見せられなくなる。ツインレイ女性を溺愛するツインレイ男性はプライドが良くも悪くも高くなり、自分の弱さを見せられなくなってしまいます。ツインレイ男性はツインレイ女性に一途だからこそ、男としての責任感が増して自分が彼女を支える側にならないと頼りない姿は見せられないと考えるようになり、自分の素直な気持ちをますます言えなくなったり孤独に悩んでしまうのです。このようにツインレイ男性はパートナーを溺愛しすぎるとかえって自分を傷つけたり正直になれなくなることがあります。ツインレイ女性はツインレイ男性が困った時に遠慮なく甘えられるように心の拠り所になることが大切です。ツインレイ男性がツインレイ女性に夢中になるきっかけは、単純に容姿の良さや性格の相性だけではありません。ここからはツインレイ男性がツインレイ女性を溺愛する理由についてお話しします。 1. ツインレイの関係に気づいたから。ツインレイ男性はツインレイ女性の存在や魂のつながりに気づいた瞬間からあなたを溺愛し始めます。初対面での一目惚れはあっても、スピリチュアルな概念に疎い男性は通常前世や因果に気づくことはありません。最初は他の女性と同じように恋をし、偶然の出会いや共通の波長に惹かれることがあります。しかしその縁が続き、波長が一貫して合致する場合、この女性は特別な存在かもしれない、もしかして前世で関わりがあったのかもしれないといった考えが芽生え、やがてツインレイの関係に気づきます。ツインレイ男性がツインレイ女性を魂の伴侶だと確信すると、彼の愛情は一気に深まり、パートナーに対する溺愛が始まります。 2. ツインレイとしての役割に目覚めたから。魂の伴侶としての役割に目覚めたツインレイ男性も同様にツインレイ女性を溺愛するようになります。ツインレイの二人は現世で魂を成長させるために異なる役割を果たしています。ツインレイ男性は想像力が高く、物質的な面でツインレイ女性を支えることが彼の役割です。一方ツインレイ女性は想像力が豊かで、ツインレイ男性と共に人生を築く計画を立てることが期待されています。愛することの素晴らしさに気づいたツインレイ男性は
ツインレイ女性に対して身も心も溺愛するようになります。あなたが素直な気持ちを伝えることでツインレイ男性の愛情は一層深まることでしょう。 3. ツインレイ女性の性的魅力に魅了されるから、ツインレイ男性がツインレイ女性に夢中になる理由は、単に容姿や性格の相性だけでなく、性的な魅力にも引き寄せられるからです。ツインレイ同士は魂の交流を通して性エネルギーを共有し合います。このエネルギーの交流により、ツインレイ女性は外見や内面がますます美しく輝き、彼女独特のセクシュアリティが際立ってきます。性エネルギー交流によるツインレイ女性の変化は、彼女の自立心が高まり、色気が増すことから始まります。さらに向上心が刺激され、自分磨きへの意欲が湧き起こります。感受性が高まることで、子宮の鼓動や性的な欲望をより強く感じるようになります。ツインレイ男性はこれらの変化に敏感に反応し、パートナーとしてのツインレイ女性の女性的な美しさやオーラに深く引き込まれ、彼女を溺愛するようになるのです。ツインレイ男性の溺愛サインは、彼の言葉や文面以上に態度や行動に現れます。お互いの魂がつながり、特別な絆で結ばれていることを感じながら、その愛を深めていくためにはお互いに対する理解と尊重が欠かせません。ツインレイ同士が生涯を通じて愛し合うためには、相手を大切にするだけでなく、自分自身もきちんと愛し成長していくことが大切です。お互いの愛を大切にし、共に歩む未来がより豊かで深いものになりますように。漫画やアニメで描かれるような男女が運命的な出会いを果たす瞬間は、電撃が走ったと表現されることがあります。もし現実でそのような不思議な瞬間が訪れた場合、それは二人がツインレイの可能性を秘めているかもしれません。ツインレイとは魂の片割れと呼ばれ、世界でただ一人の運命の相手です。ツインレイ同士は魂のレベルでつながりを持ち、出会った瞬間に強烈な引力によって引き寄せられるとされています。この動画では、特に男性がツインレイ相手に気づいた時どのような言動を見せるのかに焦点を当て、ツインレイの出会いについて解説していきます。現実にツインレイの男性に出会った場合、彼が気づいたサインに注目し、不安やストレスを解消して幸せな未来を迎える手助けとなるでしょう。動画を通じてツインレイとの出会いに関連する男性の気づきの兆候を学び、愛と結びつく瞬間を見逃さないようにしましょう。これがきっかけで、あなたはより豊かで幸福な人生に歩み出すことができるかもしれません。 1. ツインレイ女性を見つめる時間が増える。ツインレイ男性が運命の相手であると気づくと、彼は対象となる女性をますます見つめる傾向が強まります。これは単なる興味や好意以上に、彼がその女性に深く心を寄せているサインです。ツインレイ男性は非常に一途であり、彼の視界には他の人や物事が入りにくくなります。女性が彼にとって特別な存在となり、その存在自体が彼に喜びをもたらすものとなります。自然な流れで、ついつい無意識にでも女性を見つめる瞬間が増えていくでしょう。この状態は単なる好意以上に、深い魂の結びつきや運命的なつながりを感じていることの表れと言えます。ツインレイ男性が目で追うようになるのは、彼が彼女の存在に魅了され心が惹かれているからこそです。 2. 恋愛に悩む。ツインレイ男性がツインレイ女性に気づいた場合、彼は従来の恋愛にはない深い悩みや葛藤に直面することがあります。これは通常の恋愛とは異なり、魂の結びつきが生じるためです。ツインレイとの関係は一般的な恋愛とは大きく異なり、その深さや意味に彼は初めて直面します。
彼は自分の感情や選択について真剣に考え、これまでにない深い愛情や献身に焦点を当てることがあります。これだけの気持ちでいいのか、相手にふさわしいのかなど、これまでになかった新たな悩みや不安に向き合うことがあります。ツイン霊関係は魂の結びつきが強く、その深さに対処するためには通常の恋愛では経験しないような葛藤が生まれることも理解すべきです。 3. 挙動がおかしくなる。ツイン霊女性への気づきが生まれると、ツイン霊男性は彼女に対する思いに玉がいっぱいになり、言動が通常とは異なる変化を見せることがあります。この変化は彼が深い感情に葛藤し、相手に対する気持ちが強すぎてしまうためです。自分の感情やツイン霊女性への深い思いに悩むあまり、普段の行動がおかしくなることがあります。好意を抱くあまりに好きよけをしてしまったり、しどろもどろになるなどの少女漫画のような行動が見られるかもしれません。これは感情が高まりすぎてしまい、言葉や態度が通常のものと異なる方向に触れる典型的なサインです。 4. 魅力的になる。ツイン霊女性に気づいた男性は自身の魅力を向上させることがあります。この変化はツイン霊関係が魂の深い次元で結ばれているため、その出会いが彼の魂を高める要因となり、自己成長や努力を促すことが影響しています。ツイン霊関係は通常の恋愛よりも深い結びつきがあるため、この出会いによって男性は自身の魅力を向上させ、相手にふさわしい存在であろうと意識的に努力することがあります。通常の恋愛とは異なり、ツイン霊関係がもたらす変化はより次元の高いものであり、彼の魅力が増していくことが特徴です。5. 少しのことで嫉妬するようになる。ツイン霊の男性は女性に対して深い愛情を抱くため、特に初めてつながりを感じる段階では、女性が他の男性と親しくしているのを見ると不安を感じ、嫉妬心が芽生えることがあります。これまで感じたことのないような強い嫉妬心が湧き上がり、自身の気持ちに変化を感じる男性は、相手女性がツイン霊であることに気づくことがあります。ツイン霊関係において、嫉妬が生まれる瞬間は、男性がこれまで経験したことのない感情を抱くターニングポイントとも言えます。相手男性が嫉妬を表現している場合、これは、ツイン霊の関係がより深まりつつある兆候であり、いやおうなく感情が進展している可能性が高いです。このような時は、嫉妬心を否定的に捉えるのではなく、むしろ関係が深まっているサインと捉え、ポジティブに受け止めることが重要です。6. ボディタッチが増える。ツイン霊男性が気づいたサインとして、女性に対する愛情表現の一環として、ボディタッチが増えることがあります。これは彼が無意識にツイン霊の女性に触れたいという気持ちを抱き、優しいボディタッチを増やしてしまうためです。ツイン霊との時間を共有することだけでも男性にとっては幸福感を感じますが、直接触れ合うことでさらなる安心感や愛情が得られると感じることがあります。男性が積極的にボディタッチを増やす場合、これは彼がツイン霊関係において感じる深い結びつきと愛情表現の一環となっています。ただ透視能力が覚醒する。一部のツイン霊男性はこれまでに経験したことのない透視能力に目覚めることがあります。透視能力は魂がつながっているツイン霊に対してのみ発言するものであり、相手の行動や考えに対する深い理解が可能となります。透視能力が目覚めることで、言葉を交わさなくても相手の感情や状態を感じ取り、適切なサポートを提供することができるようになります。この特別な能力はツイン霊同士が深い結びつきを感じ合うための手段とも言えるでしょう。男性が透視能力に目覚めた場合、それは魂の次元でのつながりが
一層深まっているサインと考えられます。8、どんな仕草も溺愛するツインレイ男性が相手にメロメロになり溺愛することも気づいたサインの一環と言えます。ツインレイ関係において相手は特別で愛おしい存在と捉えられるため、男性がメロメロになり溺愛の感情を抱くことは自然な流れです。彼が女性のすべてを受け入れ、どんな瞬間でも可愛く感じるようになると、深い魂の結びつきが生まれていることを意味します。このような愛情表現は、お互いの魂が深くつながり、相手を思いやる気持ちが一段と増していることを示しています。実際にツインレイと出会った男性は、その瞬間を魂が震えたと表現し、特別な存在に気づくことがよくあります。以下では、ツインレイに出会った男性が、特別な相手と気づく瞬間のいくつかの典型的なきっかけに、焦点を当てて紹介します。1、何をしても愛しく感じる。ツインレイの女性に出会った男性は、相手がどんな行動をしても愛しく感じ、輝いているように映ります。通常の恋愛では経験しない深い感情に気づき、特別な存在に出会ったことを実感します。感情が行動に現れ、ボディタッチやからかいといった親密な行為が増えることもあります。2、下半身がムズムズする。次に挙げるのは下半身がムズムズすることです。これは第一チャクラが関係しています。性的な雰囲気でない状況でも、ツインレイとの出会いが第一チャクラの性エネルギーを活性化させ、下半身がムズムズすることがあります。この感覚は、魂の深い結びつきを示唆しています。3、別れた後の大きな喪失感。最後に、別れた後の大きな喪失感が挙げられます。ツインレイとの出会いは、現実や精神的な変容をもたらし、別れが訪れることがあります。サイレント期間と呼ばれる別れの期間中、男性はかつてないほどの大きな喪失感を味わいます。この経験を通じて、相手女性が自分にとってかけがえのない存在であることに気づき、ツインレイの存在に本質的な理解を深めます。相手男性のことをツインレイに違いないとは思っていても、100% そうであると確信を持てる人はなかなかいません。相手がツインレイか不安な時は、概要欄にある電話占いを活用してみましょう。占い師は、職業柄ツインレイに精通している人も多く、有用なアドバイスをもらえる可能性が高いです。ツインレイの男性は、自身がツインレイであることに気づくのが、女性と比較して遅れがちな傾向があります。これは、一般的に女性よりも、スピリチュアルな概念に馴染みがなく、現実的で科学的でないものを信じることに躊躇する傾向があるからです。ツインレイの女性は、しばしば自分たちが運命の相手同士であることに、早くから気づいています。しかし、ツインレイの男性は違います。彼らはしばしばその事実に気づくのが遅れ、相手の煮え切らない態度にやきもきすることがあります。ところが、実際にはツインレイの男性も、運命の女性がすぐそばにいることに気づいている場合が多いのです。では、一体どのようなタイミングで気づくのでしょうか？そして、その気づきのサインには、どのようなものがあるのでしょうか？ツインレイとは、特別な結びつきを持つ、魂同士の関係を指します。興味深いことに、この特別な存在であることに気づくのは、ツインレイの男性の方が先だと言われています。多くのツインレイ男性は、初めて相手に出会った瞬間から、ツインレイ女性が、唯一無二の存在であることに気づいていることがあります。この瞬間は、しばしば衝撃的雷に打たれたような感覚、今まで感じたことのない懐かしさと形容され、深い感動と共鳴が生まれる瞬間となります。しかし、興味深いことに、ツインレイ女性の中には、この感覚が理解できなかったり、初対面では、
その特別なつながりに気づかなかったという方もいるのです。一方で、ツインレイ男性は初対面の瞬間から、この女性は特別何かが違う、急激に惹かれるという感覚を抱くことがあります。ただし、この感覚は時折性衝動に似たものや、これまでに経験したことのない初めての感覚と混同されることがあり、そのために抑えられることがあります。自分の感覚が理解できず、特別だと感じる理由が、よくわからないという戸惑いが生じるのです。これはツインレイ男性が、新しい感情や経験に直面し、それを受け入れることに、不安を感じることが一因とされます。性衝動との混同や、未知の感情に対する抵抗感から来るものであり、そのために気づいた感覚を控えめにしようとすることがあります。ツインレイの関係は時に複雑で、特にツインレイ男性の気持ちは見えにくいことがあります。しかし、彼らが特別な関係に気づいているサインはいくつかあります。ここからはそのサインについて解説します。1. 遠くにいても見てくる。まず一つ目は、遠くにいても見てくるというもの。ツインレイ男性は、ツインレイ女性が特別な存在であることに気づくと、距離を感じさせずに見つめてくるようになります。この関係は通常、好きになってはならない、相手恋愛に障壁がある相手であるため、直接的なアプローチは難しいことがほとんどです。最初は積極的にアプローチすることもありますが、時間が経つにつれて距離を取る傾向があります。しかし、ツインレイ女性の特別な魅力は、どんなに遠くにいても、ツインレイ男性の心を引き寄せます。お互いの目が合う瞬間があれば、それは深い絆を感じているサインかもしれません。2. 連絡を取ろうとしてくる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性との関係を大切にし、何かと連絡を取ろうとします。用事がないような理由で、LINE を送ったり、些細なことでも電話してきたりします。関係が薄い場合は、理由をつけて、連絡先を聞いてくることもあるでしょう。これは、お互いの関係を維持しようとする、強い意志の表れです。ただし、ツインレイの関係が進むほど、ツインレイ男性は、感情を抑え込み、連絡を避けることがあります。これは自身の気持ちを整理しようとする一時的な期間であり、同時にツインレイ女性にもサイレント期間が訪れることを意味します。お互いがこの期間を経て成長し、理解を深めることが大切です。3. 共通点を話す。ツインレイって同じ魂の仲間で、趣味や考え方などで似ていることがよくあるんです。お互いがこういうこと前に言ってたよねが、好きって言ってたよねとか、話すことがあるかもしれません。それって、お互いの特別なつながりを感じているサインの一つなんです。共通の経験や好みって、深い関係を示すもので、彼がそれを気にしてるってことは、ツインレイ女性にも、特別な縁を感じてほしいって思っているのかもしれませんね。4. 一緒にいるのが心地よい。ツインレイは常にエネルギーでつながっていて、一緒にいるとなんだか心地よい感じがするんです。ツインレイ女性が感じている安心感やほっとする感じって、お相手のツインレイ男性も同じように感じている可能性が高いです。普段の人間関係でも、一緒にいると、安心できるっていうのは、気心知れた相手だからこその自然なこと。ツインレイ女性が感じている居心地の良さや、ぬくもりって、ツインレイ関係ならではの特別なもの。だからこそ、ツインレイ女性が、不思議な居心地の良さを感じているなら、お相手のツインレイ男性も、同じように運命を感じている可能性が高いです。ツインレイ男性は、二人が特別な関係であること、ツインレイ女性が運命の相手であること、またはツインレイだということにいつ気がつくのでしょうか。ここからは、ツインレイ男性が気づくきっかけについてご紹介していきます。1. 出会いの瞬間の驚き。
ツインレイ男性が気づくきっかけの一つは、出会いの瞬間に感じる強烈な衝撃です。初対面であっても、ツインレイ女性が何か特別な存在であることを感じることがよくあります。精神的でも身体的でも引き寄せられるような感覚が、その瞬間に芽生えるのです。ツインレイ女性が通常の異性とは異なるタイプであっても、なぜか惹かれる感覚が強烈に現れ、これは通常の恋愛感情とは異なるものだと感じることが一般的です。ただし、この時点ではまだ魂の結びつきに気づくことはありません。2. 辛い時に顔を思い浮かべる。ツインレイ男性が自分の運命に気づくもう一つの瞬間は、辛い時にツインレイ女性の顔が浮かぶ瞬間です。人生の試練や難しさに直面する中で、ツインレイ女性の存在が心の支えとなり、彼女に対する特別な感情が芽生えることがあります。特にサイレント期間に入ってからは、仕事や家庭の変化による精神的な負担を感じることが増えます。その中で、離れていても、ツインレイ女性のことを思い浮かべてしまうのは、彼女が自分にとって不可欠であり、唯一無二の存在であることに気づく瞬間です。3. ツインレイという言葉を知ったとき、ツインレイ男性がツインレイという言葉に初めて触れる瞬間は、スピリチュアルな概念に対する遠慮や嫌悪感を抱いていることが一般的です。しかしながら、何らかの運命的な経緯により、彼らは、この言葉と出会うことになります。初めて耳にした瞬間は、なんだか怪しいものだなとか、またスピリチュアルな話かといった感情が湧き上がることもあります。しかし、興味本位で調査を始める、ツインレイ男性も現れるでしょう。興味が湧く理由は、その言葉や概念が、自分の状況と奇妙にリンクしているように感じられるからです。徐々にツインレイというアイデアを理解し、自分の置かれた状況に納得していく過程が始まります。しかし、これはあくまで気づきが始まりであり、ツインレイ男性が受け入れるには、彼の経験や実感が欠かせないのです。そのため、ツインレイ女性からツインレイの概念を学ぶであって間もない時に、ツインレイという言葉に遭遇するといった状況では、彼の心が気づきに至ることは難しく、むしろスピリチュアルな側面に反感を抱くことも考えられます。4. いつの間にか成長を遂げていたとき、ツインレイとしての気づきが明確なきっかけを持たない場合もあります。ツインレイはエネルギー交流や試練を通じて成長し、日々の中で自己統合を果たしています。シンクロやテレパシーも、その波を繰り返しながら、気づく頻度が次第に高まっていきます。確かなきっかけがなくても、この繰り返しの中でもしかして、相手は運命の人なのでは、ツインレイという不思議な存在なのではといった気づきが芽生えていきます。確信が徐々に育まれ、二人の絆を疑わなくなるまでには、時間と経験が必要なのです。ツインレイの二人が出会ったとしても、周りの人たちが、そのつながりに気づくことは難しいですが、異なる観点から二人を見ることがあります。特に目立つのは、二人が似ているという印象です。ツインレイ同士は外部から見たときに、雰囲気や性格において、相通じる部分が多く見受けられます。彼らの持つ共通のエネルギーや振る舞いによって、周りの人々はあの二人、似ているねと感じることがあります。この共通性に気づいた人たちは、二人が付き合ったら、素敵なカップルになりそうだね、お似合いだと思ったよ、といった感想を述べることがあります。そのため、二人が付き合ったという事実を知った時には、周りの反応がやっぱりねとなることも、少なくありません。ツインレイ同士が感じる特別な結びつきは他人には理解しきれないかもしれませんが、二人の共通性が外部にも見え隠れすることがあるのです。ツインレイ同士の関係は一般的には周りの人たちが気づくことは滅多にありません。
ツインレイ同士のつながりは非常に特殊で、その感覚や結びつきは他人には理解されにくいものです。他者には見えない特別な結びつきがあるため、周囲からはなかなか察知されないのです。ツインレイ同士が付き合い始めると、二人の仲が特別であることが表面化し、それが原因で周りが気づくことがあります。ただし、これはツインレイだから起こる特異な現象ではなく、一般的な恋愛関係においても、同様のことが生じることです。例えば、同じ職場で誰かが付き合い始めれば、そのことに周囲が気づくことはよくあります。このような現象はツインレイに限らず、恋愛関係全般に共通するものです。ツインレイ男性がツインレイ女性に気づく瞬間は、自分の中で特別な感覚が芽生えた時です。この感覚はなかなか言葉にできないもので、ツインレイ男性も戸惑いながら感じることでしょう。でも、その感覚が正しいものであることに気づいた時、ツインレイ男性は、ツインレイ女性を見逃すわけにはいかないと感じ、覚悟するようになります。だからこそ、ツインレイ女性は、彼の行動を待つことが大切です。お互いの特別なつながりが深まり、新たな一歩を踏み出すことでしょう。